25年前の7月25日、和歌山市園部の夏祭り会場で、カレーを食べた住民が次々に倒れ、小学生や女子高校生ら4人が死亡し、63人がヒ素中毒になりました。発生から今日うで25年になるのに合わせ、事件現場には、当時、高校生の娘がカレーを食べ一時渋滞となった杉谷康樹さんが、県下に訪れ、静かに手を合わせました。 動機を知りたいなんであんなことを知りたい、たんやと、ああいうことをしたことは絶対許せんと、風化させないで、まあ、こう、よっ、ほしいという気持ちもあります事件をめぐっては、加齢にヒ素を混ぜ殺害した罪などで、林真美死刑囚の死刑が確定していますが、今年1月、林死刑囚が起こしていた最新裁判のやり直しの2度目の請求を、和歌山地裁が棄却し、 大阪高裁で審理が続いています。